はい、どうも、しょいてみです。ゲメです。はい、お願いします。はい、というわけで本日は、とあるキャッチャーミットをね、はい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 、ご紹介するんですけど、はい、走れ、なんとかかんとかっていう。もう、ほぼ分かっちゃうから。っていうね、方のグローブメーカーあるじゃないですか。はいはいはい。G なんとかっていう。そこ行ってあげようか。あるんですよ。GS グローブ。はいはいはい。ありますよね。そのキャッチャーミットが出たってことで、今回借りてきました。はい、それが、こちら。はい、はい、そう。チャイ GS グローブ、はい、はい、キャッチャーミットです。こちら先日動画出してました、うんうん、あのバス戦でこうキャッチングする動画撮ってました。はいはいはい。その時にちょっと動くけど取れるっていう風に言ってたんですよね、うん、でまあ特徴で言うと、まあ、最初はまあ色がキャラメルっていう色、キャメルでもなんかブロンドでもないキャラメルっていうね。キャラメルはもっと濃いと思うんだけど、まあこの辺ぐらいかな。美味しそうだなって。美味しそうなあの GS ってことで、そうそうそう。でラベルとステッチが紫っていう。へえ、これちょっと惹かれるんじゃないですか、うん、皆さん、うん、はい、GS いいと思います。で、僕はちょっと分かんないですよ、キャッチャーってこと分かんないけど、はい、ちょっとはめてみて感想言いますね。買ったいや買ったまあね、公式ですからね。いや買ったこれ、いやこれ彼バス戦でこれ取ってて、うん、いやこれはもう取れますね、いけますねなんて言ってて、いやこれ買ったこれ、やば、取れんのこれ、まだだって、まだ閉じないって、まだ無理っすよ、多分出ますよ、うんうんうん、で、まあ良平くん、あの一応ね一番浅いミット持ってるじゃないですか、まあ、これですよね。そう、海選手モデル、あ、海選手のキャッチャーミットありますよね。これの特徴が深すぎず、浅すぎずっていう、うん、ここで、まあその中間なんですよ。はい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 、はい、で、ちょっと僕分かんないんで、まずこれまあとにかく浅いじゃないですか、めちゃめちゃ浅いんですよね。そうそう、コースもね、はい、はいはいはい。で、ちょっとこう、握ってみて。あーね、これに比べちゃ全然深いですねこれに比べたら。だよね、はい、ちょっとこれが浅すぎるんですけど、うん、これちょっと深いなっていう。でも面が広いんで全体で取れるって言ったらいいのかな。ああ、確かに。でその点やっぱ広いからよく開くから、まあ、これまだ硬いんで開かないですけどね。硬いマジで、はい、でもだからなんて言ったらいいのかな、スムーズに入ってきてくれるのかなっていう。スムーズにね。でどこで当たってもまあ硬いからまだあれですけど、ちゃんと止まってくれるんじゃないかって、柔らかくなったら。なるほど、はい。しかもなんか親指のとこさ異常に硬くない、うんうん、これ親指やんないんじゃない、うん、っていうぐらいの硬さが今あると思う。ありますあります。まあ、これがもっと柔らかくなったらもしかしたらね、はい、やる可能性もあるけど、はいはいはい、今のところこれ指やんねえなみたいな。そう、で指やんない理由がもう一個あるんですよ、はい、そうそうそう。僕ミットでよく言ってるのが親指の芯の厚さってよく言ってると思うんですけど、薄いんですよ。それ多分海選手と同じぐらいの、ちょっとまあこっちの方がさすがに薄いですけど、うん、かなりこれも薄いんですよ。本当だ。ってことはスムーズに、それこそ本当にここに当たらず入ってくるんで、当たると親指やるんですよ。なるほどなるほどなるほど。この一回衝撃でパーンってやって、ね、ここで持ってかれて取れるんだけど結局親指やっちゃうみたいな。なるほど。その分厚さがないんで、まあ、じゃあ普通だったらまあこのぐらいですよね、高さ的には。そうだね。その分綺麗に入ってきてくれる。なるほど。取りやすいんだ、すごい。そうですね。で、まあ、握り替えの時もここに当たる確率が減ってくるんでスムーズに握り替えができる。なるほどね。で、こちらのグローブ、はい、まあ、モンタナスポーツに売ってるかなと思ったんですけど、はい、なんともう限定3個でもう速攻売れちゃったっていう。へー、早い話、まあ、キャメルとね、紫なんで。まあ、そうっすよね。しかも型も、型っつうか元々の型もういいし、これそう、ほんと紫、ほんといいね、パーポン。パーポ最高。パーポ？パーポ最高っす。パーポ。パーポ最高っす。めちゃめちゃいいので、はい、まあ多分次出ると思うんですよ。秋ぐらいに出るっていう風に、ね、あの聞いてます。はいはいはい。まだ言っちゃいけないですけど、赤オレンジとキャラメルっていう風に聞いてるんで。あー、筒抜けで草。はい。出ると思うんで。はい。ちょっとこれ期待しておいて。これ今回あのキャッチング軽くしてみたんですよ、はいはい。はい。その映像がありますんで、そちらの映像をご覧ください。悔しいなぁ。俺が分かる。ごめんなさい。あー、ここがめっちゃ硬いから、なんか普通のスノボール全然痛くない。折れるわこれ。意外と取れる。ありがとうね。何やけた。取れるなこれ。なるほどね。なるほど。ちょっと動くけどね。ちょっと動く。俺があそこで暴走してなかったら、
いけるいける。あの中指、薬指らへんがこう握るじゃん、めっちゃ硬いから掴めないけど、これでハマってくれる。落ちたよね。シュート系むずいわ。ナチュラルシュート系むずいけどね。じゃあ、犠牲だった先がどうか。あれ、もう最後振ってみようか。なのけ、良さげ、まだやばい。あ、座ろうか。もう、本当にいいね。どうすか。いや、いいっすね。これめっ普段使ってるやつと比べてさ、面が広いっすよ。面が広い、だから面が広くて深いから安心して取れますね。なるほど。大井くん的にはなんか浅く浅い系というふうに言ってたんだけど、深いよね、ぶっちゃけ。そうですね、このヒンジも3本入ってるから。おお、多分。でも深すぎないですね、自分が使ってる。自分のやつはめっちゃ深いんマジか。じゃあめっちゃ深いってわけではないんだ。めっちゃ深いってわけです。でも浅すぎない。浅すぎず深すぎず、そんな感じ。中間。ちょっとあの投げて、投げててくんね。送球取るぐらい軽く。ボール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 だけ。さあ実際に使ってみてください。いやでもこの深さのタイプの、なんだろうな、あのボックス型のキャッチャーミット使ったことがないんで。いきなりそれ来る。おい、外れてんだっつーの。使えねえだろ。うん、包み込む包み込む。なんか出る感じしない？ちょっとまあ、多分相当張りが強いんだろうな。うん、育てたら、超気持ちいい音なりそう。うん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 、えぐいえぐい。バス線片付けっすね、それは。いや、したいねっていう。うん、あの自分こっちのボール普段浅いミット使ってっから、こうやって取るんですよ。まあ今も若干こうでしたけど、こっちからいけそう。ああ、指心配ない。そう、心配ないから。でって言っても、普通のミットだとここ分厚いんですけど、それがないんで、まあ、スムーズに入ってくれるっていうのはめっちゃいいです。これマジか。マジでいいよ、本当にいい。結構めっちゃよくない？えぐい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 。いや、あの正直言うと動いてるんですよ、ボールで。やっぱり、うん、それでも音は鳴るんですよね。軟式でこの音鳴るんだ。あ、やべ、分けてる分けてる、分けが。うん、いいな。だ、今の僕やっぱほらこっちね、確かに、うん、そうっすね。あの多分万人受けするミットだなって。これやばいね。やばいやばい。限定3個でもうあの売り切れてますから。ちなみにこれサンプルなんで、うん、はい、また次出ると思うんで、はい、そうですね。その時に皆さんぜひ。いや、マジで今まで受けたミットの中でもかなり取りやすい部類に入るっていうか。本当だよね。てか正直言うと今までで一番いいんじゃない。確かに確かに確かに。っていうような。そう、次はね、9月ぐらいに赤オレンジとキャメルの色が出ますんで、はい、というわけで本日の動画は以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。はい、こちらをプレゼントいたします。ちなみに行った時用のプレゼントとしてデサントの内野公式用になります。まあ視聴者の人はね、公式やってるから軟式グローブもらってもしょうがないって人が結構多いと思うんだよね。で、しかも僕あえてこれにしたのが、あのカラーリングも高校生使えるカラーリングなので、まああえてこういうのを買ったっていうのもあるっちゃあります。まずは1万人1万人達成したら、そうです、OK、この動画なり、まあいろんな動画にデサントのグローブ分かるように、はい、デサントのグローブ欲しいです。デサント、まああの今並行してモンタナさんの現代モデルも、まあ、8000人のやつなんですけど、まだモンタナさんの方の登録も終わってはいないので、デサントのグローブ欲しいです。そうです、現代グローブ欲しいです、はい、両方でもいいですよ。そうですね、はい、コメントしてもらえて、はい、でまた1万人達成した時に、ただ達成しました動画っていうのも出るとは思うので、はい、まあ、そちらに再度やってもらうような形です、まあ、常に動画から見ていただいて。そうです、はい、いつ発表するか分かんないですよ。そうですね、いつ1万人か分かんない、1万人かんないんで、僕らのインスタとかツイッターもね、はい、結構いろんな情報、裏情報とか、はい、突然ゲリラプレゼント企画やっちゃうと思うんでね、はい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 、あの登録しておいてもらえれば、はい、いいかなと思います。そうです、お願いします、はい、革自体もいいグローブなので、今回もね、あの前回も僕は高校生向けなプレゼントだったので、今回もちょっと高校生とかぜひ、たくさんの応募お待ちしております。はい、現在翔平 TV プレゼント企画開催しております。モンタナスポーツのインスタフォロワー3000人達成で現代モデル軟式をプレゼント。現在チャンネル登録者数9000人突破、皆さん本当にありがとうございます。まだまだこれからですが、1万人を目指して頑張っていきます。1万人達成したらさらにプレゼント企画を開催します。
皆さんの応援よろしくお願いします。ありがとうございました。本日の動画は以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。ひとへ TV T シャツ販売、走れおいチャンネル、おいくんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様チャンネル登録はお済みでしょうか。チャンネル登録1万人まであとちょっと、頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。